こんにちは、食事処さくらです。今日は気軽に手に入るナスを使ってパパッと作れて主菜にもおつまみにもなるようなナスの生姜焼きを作りました。油でギトギトしないポイントもあるので、ぜひ試してもらえると嬉しいです。それでは早速いきます。まずは今日の主役、ナスの下処理です。今日は3本で 250g ほど使います。ちなみに新鮮なナスの見分け方は、このヘタのトゲトゲが鋭く痛いもの、それと触ってみてしっかりと張りがあるものを選んでください。ふにふにしてるのは時間が経っちゃって水分が抜けちゃってる証拠なんですよ。それではカットしていくので、まずはポリ袋を用意します。これはもちろんボウルでも大丈夫ですよ。そしたらナスのヘタを切り落とします。ここら辺で切っちゃうと、実はまだまだ食べれるところがあるのにもったいないんです。なのでこのヘタのギリギリのところ、ここら辺を目安にしてカットしていきます。なるべくギリギリのところですよ。そうしたらペリペリってヘタを外してみると、このギリギリのところにはちょっと硬い部分があるんです。でもこの硬いのは表面だけなので、触ってみて硬そうなところだけ包丁の先でピッて取っちゃいましょう。これだけ取れればあとは全部食べれるんでね。これでナスの下処理はバッチリです。そうしたらナスを縦半分にカットします。今度は皮目からも味が入るように包丁で切り込みを入れます。だいたい3分の1ぐらいの深さになるように切り込みを入れていきますよ。どうしても皮がしっかりしているので、そのままだと味が馴染みにくいんです。切り込みを入れることで間にタレが絡んでしっかり味が馴染むんでね。このひと手間ちょっと大変ですけど美味しくなるので、一緒に頑張りましょうね。これで OK です。深く考えず軽く切り込みが入ってれば大丈夫なんでね、気軽にいきましょう。そうしたらこれを4等分にすれば OK です。実はこのレシピ、薄切りや乱切りなどいろんな切り方で試したのですが、この切り方がナスの味もしっかりと残って絶妙に美味しかったんです。薄切りだとタレの味が少なく、タレを食べてるような感覚になっちゃうんでね。これでナスのカットは OK です。このサイズがちょうどいいんですよ。カットしたナスはポリ袋に入れていきましょう。全部ナスのカットができたら、ここに塩を1つまみ、1つまみは人差し指、中指、親指の3本の指でつまんだ量です。それから砂糖を2つまみ入れてしっかり全体になじませます。これが今日のポイント。これはただアク抜きしてるだけではないんです。ナスの中身ってスポンジのように空洞になっているので、油をぐんぐん吸っちゃってギトギトになっちゃうんです。塩、砂糖をなじませることで余分な水分が出るのとともに空気の層が潰れるので、油を吸いにくくなり、失敗しないナスの炒め物ができるんですよ。ナスの表面から水分ができたら、このまま5分、浸透圧の効果で水分を引き出しますね。その間にタレを作っていきます。酒大さじ1、みりん大さじ1、醤油小さじ2、鶏ガラスープの素小さじ1/2、動物性の旨味でおかず感を出します。片栗粉小さじ1/3、タレにとろみをつけてナスにしっかり味を絡めますよ。シャバシャバだと味ぼけちゃうんでね。おろし生姜 8g ほど、入れすぎるとナスの味が負けちゃうのでこれぐらいで、これをしっかりと混ぜたら、これでタレの完成です。これは出番まで一旦スタンバイしておきましょう。そうしたらフライパンを用意して、ここに油を大さじ 1.5 くらい引いておきます。少し多めの油で炒めた方がナスは美味しいですからね。そうしたらこのフライパンにナスの水気をペーパーで拭き取りながら入れていきましょう。ナスの水気はギュッと絞らなくて大丈夫ですよ。表面の水気をペーパーで拭き取るような感じで OK です。そのままフライパンに入れると油と水分が喧嘩してバチバチってなるので、しっかりと拭き取ってくださいね。この水分とともにアクも抜けるので、ナスのちょっとしたイガイガも取れますよ。全部拭き取れたら、これで準備ができましたので、早速調理をしていきます。フライパンを弱めの中火にかけて温めます。温めながらナスの表面に油をコーティングして、油を絡めたものは皮目を下にしてしばらく焼いていきましょう。油を絡めて
皮目をしっかりと焼くとナスの色が綺麗に保たれるんでね、見た目もとっても美味しそうに仕上がりますよ。今ナスの表面全体的に白っぽいですよね。これが全体的に透き通った感じになれば火が入ってきた証拠なので、そのぐらいまでじっくり炒めてとろっと仕上げますよ。2分ぐらい焼いていると底の方が透き通ってくるので、ひっくり返して反対側からも火を入れてください。そしたら見てください、これぐらいしっかりと焼き色がついてくるのが見た目も美味しそうでもう完璧です。全体的に火が入ってきたら表面が焦げないようにさっとひっくり返して、ここでナスを軽く触ってみてください。触った時に中心が硬くなければ中がトロトロですよ。いい感じです。しっかり火が入ったのを確認したら、ここで火は止めちゃってください。これ忘れるとダマになって失敗しますので、必ず火を止めてくださいね。そしたらナスを端っこに寄せておいて、片栗粉が沈殿しているとダマになっちゃうので、タレをしっかりともう一度混ぜてから空いたスペースに流し入れて、さっとナスに絡めます。余熱で全然大丈夫です。むしろ余熱じゃないと一気にタレが蒸発しちゃって、ナスに絡む前にダマダマになっちゃうんでね、さっと混ぜるだけで OK ですよ。これでいつものナスが主役になる絶品生姜焼きの完成です。主菜でもおつまみでもいけるので、ぜひ試してみてくださいね。それでは盛り付けていきます。今日のポイントは、ナスを塩もみして油ギトギトを防ぐこと、ナスに片栗粉を少量入れてナスに味をしっかり絡めることです。これ一人でナス3本ぐらいペロッといけちゃうので、ぜひ作ってみてくださいね。うん、うまっ。それではいただきます。生姜の風味とナスのトロトロ、これの相性がバッチリなんです。トロトロのナスにふわっと生姜の香りが加わって、味付けもそんなに濃くしてないので、ナスの味、ナスの甘みもしっかり感じられるのがこのレシピの美味しいところなんです。生姜焼きなんでマヨネーズが合うかなと思って。マヨネーズはやばいですね。これでもうご飯のおかず確定です。太りたくないけどこってりしたものが食べたいなっていう時、このレシピ最高ですね。油も癖の少ないオリーブオイルとか使ってもらえれば体にもいいので気軽に使えるんでね。うまっ。今日もいただきました、グーです。それではまたお会いしましょう。食事処さくらでした。このレシピ、お肉を加えれば主菜になりますし、副菜やおつまみにもできるので、ぜひ試してみてください。バイバーイ。